さあ、始まりました。おもちチャンネル。ひらずや、皆さん、こんにちは。早稲田大学塾代表のひらです。森哲先生。はい。今日はですね、一回やってみたかった企画でございます。早慶頂上決戦、はい。強いのはどちらだ。おー、なるほど。うん。早稲田と慶応、うん、まあ森田先生はさ、ほら英語っていう科目の問題としての難しさだけでこうものを見れるじゃない、見るじゃないですか、はいはいはい、でそれだけじゃなくて、もっとこう全体のトータル的なことでどっちの方がこう、まあ英語の問題の難易度ってことだけじゃなくて、合格するっていうことに対しての難しさがあるのかっていうのをちょっとこう一緒にね、あでもねこうでもね検証していきたいなと思います。まずね、森田先生、印象としてはどうですか。ちょっと頂上決戦っていうことは学部が、はい、早稲田の政治経済学部と慶応の経済学部です。はい、そう言わないと全然意味わかんない、上手に盛り込んで意味わかんない、はい、その2つの、まあ、看板学部と言われるその2つでどっちがむずいかってことですね。そういうことです、うん、そうなんです。なるほどね、はい。まあ、世の中的にはどうなんですかね、どっちの方がなんかレベル高そうな印象なんだろう。なんなんあるのかな、まあ、どっちも看板、まあ、どっちも看板だし、あとやっぱまあ東大の滑り止め軍団が多いっていうイメージはありますよね、うん、すごくね。そうですね。だからまあなんかね、英語の慶応みたいに言ってるけど、まあ難しいですね、うん。だから英語の問題で言うと、昔の政経、総合問題の政経と慶応の経済比べた場合だったら、まあ慶応の経済の方が難しかったよね。うん、でも今の総合問題で見ると、まあ1個の配点がめちゃめちゃでかいんで。はいはい、だからこれは今の政経だったら、まあ、慶応経済よりも政経の方がむずくなる可能性もあるって感じ でかといって慶応経済もね、出題方式変わったんで、うん、その英語の問題ね、うん、和文訳消えて、そうでした、ね、別の形式が出てて、そこがちょっとまあ厄介でもあるんで、うん、そしてまあどちらにしろどっちも自由英作が出るっていうのがやっぱり特徴で、うん、どっちも自由英作が出て、自由英作みんな苦手ってっていうのが、まあ、やはり特徴でしたね。どうしますか、これから秋も深まってきて、森田先生、まためっちゃ森哲イングリッシュライティングに人が来るんじゃないですか。そうですね、またいっぱい添削しなきゃいけないんだろうなと思ってますけど、うん、とにかく作文が苦手で、だどちらも長文は早慶の中ではめちゃめちゃ簡単だろうっていうですね、はい。偏差値ってものに対して森田先生どう考えてます。早稲田政経も慶応経済もどっちも偏差値ってまあそれにこう70弱ぐらいあると思うんですよ、うん、なんだけど偏差値っていう数字、ちなみにこれちょっと話余談でずれちゃうかもしれないんだけど、塾予備校の先生はどう考えてるの、分かってるの、どう思ってるのか分かんないですけど、俺はそんなのいくらでも操作できるやんっていうね、うん、絞ればそんなのあんた高いさ、俺昔から思ってるんだけど、こう もしのさ偏差値でさ、なんかこう慶応はこれこれ、早稲田はこれこれみたいなのが出たりするじゃないですか、うん、偏差値って本来さ、その母数の中の上位何パーセントが偏差値いくらっていうことじゃないですか。だからさ、まあちょっとこれ後で話すんだけどさ、早稲田政経2人に1人受かるんですよ、うん、うん、ということは早稲田政経の偏差値は50ちょっとみたいな話になるんですよ。はいはい、あのね、でもこれ間違ってないからね。とかね、慶応だったらさ、まあ、あの受験者数ちょっと今日は調べてないけれどもさ、それこそ上位 15% ぐらいしか受からないんだったら、うん、60か 15% はね、うん、っていう話だから、そのどうなんでしょうね、うん。うん、俺ちょっとその辺がね、かなり議論の余地あるなと思ってるんですけど。まあそこだけで見ないから、全体でこう見るからでしょ。うん、全体で見ちゃいけない気もするんですよね。ね、はい。慶応受ける人たちの中で見ないといけない気もするんで、今回ですね、ちょっといろいろ見ていきたいと思うんですけども、まずね、早稲田政経からいきたいと思います。うん、早稲田政経の今の入試っていうのは、共通テスト半分、そして総合問題が半分なんですね。はい、うん、で、どっちも100点満点なんですよ。うん、で、早稲田政経を受けたいなと思ってるけど、数学があるから避けるって人が一定数いるんですけど、はいはい、それ言ってるやつバカです。なんでかっていうと、数学1位で100点満点なわけじゃないですか。うん、で、それが25点に圧縮されるんですよ。うん、つまり、仮に数学で10点差つけられちゃったとか、20点差つけられちゃったみたいな人も、その点差って4分の1にまで圧縮されるんですよ。うん、で、2月入試の総合問題100点満点あるわけなんで、うん、だから正直ね、よっぽどね、数学1位です。僕20点ぐらいしか取れませんみたいな、まあそんなやつ政経受けるのやめろって感じなんだけど、うん、まあでもそれなりに平均プラスアルファぐらいのものが取れるんであれば、そんなになんか大きな差にはなってこないと思われるから、うん、数学だけで言うとね。だから、まあ数1位ね、そんなによっぽどひどい点数にならないんであれば、俺は行っちゃっていいと思いますね。うん。あとはまあ英語、国語、選択科目っていうことで、まあ通常の受験スタイルでできる
できるわけじゃないですか。だからまあ高校で数学1A が本当にもう絶望的にダメでした最初からみたいな、だけどあんま数 1A の段階からつまずいてる人ってそんなになんかっていう感じではあるから、まあ、やってみたらっていう印象ではありますよね。でただ見てくださいこちら、早稲田政経を受ける人たちの受験者の共通テストの平均点ね、 80.382、 平均が8割なんですよ。マジか。これさ、共通テスト、今の共通テストで8割以上取るって、当然だから平均取ってたって受からないんで、うん、平均点より上取らないと受からないわけですよ。8割より上取るって結構大変っすよやっぱり、はい、例えばだけど国語なんて150取れたら十分だったりもするし、うん、っていうところもあるんでね。で英語だってそうじゃないですか、今やっぱりこう特にリーディングがさスピード要求されて、はい、80点以上取るって、まあ、なかなか至難の技じゃないですか、ね、それを平均ラインに持ってきてるっていうこの早稲田政経軍団の強さっていうのがやっぱ数字に出てるなっていうのがすごく思えるんですよね。で次に2月に行われる総合問題、もうこれはね僕はよく言うんだけど、こう英語、そして国語、そして小論文、そして資料、グラフ、分析する力、この4つの力が1つになったのが総合問題って僕は言うんですけれども、まあこの総合問題が100点満点で120分あります。なかなか長いっすよ。で平均点が 60.23 なんですよ。で、まあ、森田先生もさっきおっしゃってたように、かつての早稲田政経から総合問題になってからの英語、まあ、入試問題としてのスタイルは割と似たような感じではあるじゃないですか。だけど、難易度はやっぱり上がってるっていう話ですよね。うん、そうですね。むずいと思いますよ。ちなみに、国語分野の方もなかなか難しいです。難しさの種類がでもちょっと違うと思うんだけど、何が違うかっていうと、やっぱ他ではね、見ない入試問題なんですよ。なんかね、こう、大人が解かされる問題みたいな感じがするんですよね。結構、えぐい国語のこう判断に迷うような問題とは違って、いざ解いてみると、まあそこは単純明快ではあるんですよ。ただし、あまりにもグラフだったり図表だったりを分析するっていう経験がないと、なかなか攻めあぐれてしまうような感じはするんですよね。だから、少なくとも高校生活では絶対触れないし、あんな問題。っていうことを考えると、まあ、なかなか厳しそうだなみたいな問題ではあって、ね、であとはまあ200字程度の小論文があってっていうところで、まあ、でこう 60.230 とかになってくると、結構あれだけさ小論文分野もまあそんな長くはないとはいえあるし、あと英作文分野もあるわけじゃないですか。であれだけの記述があって、で当然記述分野って満点無理じゃないですか。あれだけの記述分野がありつつも近点が6割に乗ってくるっていうところなので、やっぱりこれね受験者のね強さが伝わってくるんですよね。ただ、はい、平均点が 140.5 とかなんですよ、うん、合格最低点が148とか150とかなんですよね。おー、なるほどね、うん、つまり平均点よりちょっと上を取れば受かるっていうのも、うんね、これも早稲田政経のナウなんですよ、うん、だからまあ偏差値50ちょいです、早稲田政経の偏差値、ね、はいっていうとこなんで、こう希望があるような気もするしないような気もするんだよね、あの難易度だもんなみたいなところであるんですよ、ね、まあ、これがちょっとこう今の早稲田政経の現状ということですね。慶応側はどうなってるんですか。うん、で慶応側は A 方式と B 方式あるわけなんですけれども、はい、英語、100分で200点で、数学80分で150、あるいは地理歴史同じく80分で150点で、小論文がどちらも60分で70点ということですね。まあ、A 方式、B 方式ともに小論文があるということですね。英語小論文あるんですけれども、まあ、これなかなか不思議な受験方式ではありますよね、A 方式ね。数学やってて小論文持って、なんか文系なのか理系なのか、わからなくなってきてしまうような A 方式だけど、でもこの A 方式の方がやっぱり人数も多いし、取ってくれるっていうところあると、やっぱこのマルチな能力持ってる人を、こう、慶応は求めてるのかなっていう印象はやっぱありますよね。うん、B 方式はやっぱそれに比べると割とかなり土文系な感じはしますもんね。まあこの入試スタイルにおいて、まあ僕がやっぱりこう特筆すべきだなと思うのは、まあ慶応全体に言えることではあるんですけど、早稲田と比べると、まあ早稲田政経はまあちょっとこう結構記述も増えてきましたけど、かなり慶応全体的にこう国立寄りな入試問題って結構多いですよね。なるほどね。うん、で経済学部なんかは特にそうですけど、まあ多分次第の中でどうかな、一番ぐらいじゃない、あんだけ英作文分野に配点を設けるって、あ半分ぐらいありましたよね。でただ読解の方で一定の点を取らないと採点してもらえない、うん、あそうですよね。そうだそうだそうだ、それも厳しいとこではありますよね、うん、慶応大学が発表している平均点があるんですけど、うん、あの各科目別の、うん、インチキなんですよね、要するになんでインチキかっていうと、うん、それ今森田先生がおっしゃったように読解分野で一定程度点数取らなかったら、もう
他採点しませんよじゃないですか、うん、だからその人たちを省いた平均点だから。あ、そうなの。そうそう、だから要するにダメなやつはカットした上でのそれなりにイケてるやつらの中だけでの平均点発表してるから、ね、はいはい、ちょっとインチキだなと思うね、うん、なそんなことしなくてもとか思ったんだけど。じゃあもう本当はもっと全然低いぞ。本来の平均点はもっと低いですね、うん、できる人たちでの平均点になっちゃってるんですよね、うん、まあだよね、だって採点しないんだもんね。そう、それは平均出せないよね、うん、というところはありますよね。どうですか難易度的には、慶応の英作文分野は。まあちゃんとやってれば取れるようになってるんだけれども、まあ引用の仕方もわからないし、多くの人はで、ついにあの引用の具体例も消えちゃいましたからね。ああそうなんですね。だからちょっとレベル上がったなとは思いますね。だからトピックはただし、ね、突拍子もないものでもないし、そもそも長文がついてくれてるので、うん、そのトピックなんでできる人には簡単、長文に関してもやっぱり他の学部より優しめなので、できる人たちはできちゃうっていうので、やっぱまあ差がつきますね。だからその英作文で本当にできない人たちは本当にできないんで、そのつく問題だと思います。はい、わかりました。合格最低点とインチキ平均点を見ていきたいと思うんですけども、はい、平均点の合計が A 方式は 240.3、 B 方式は 223.6 になってるんですね、はい、2024年なんですけど、できる人たちの平均点になってるわけなんですけれども、合格最低点が A 方式231、平均点より下になってるんですよ。だからね。そうそうそう。で、B 方式が237。B 方式はね、やっぱりほら、先ほど申し上げたように、取ってもらえる人数がやっぱり減るんで、だから、やっぱりこれでもなお、平均点より上なんですよね。合格最低点がね。ただ、全体で420点満点あるわけですよ。420点満点ある中で、240点とかそこいらっていうと、まあね、400点×0.6 で240なわけだから、まあ、6割取らなくても受かるっていうところがあるんですよね。うん。だからここはちょっとさっきの早稲田成蹊と比べると、まあ、平均のラインがそもそも高そうだなみたいなところがあるわけで、数字だけで見ると慶応の方がいけそうな感じはするのだが、ただやはり慶応記述問題がすごく多いわけですよ。でってなってくると、まあ、記述問題って基本的にこう、まあ、半分以上取りたいよねみたいなところの問題がね基本になってくるんですけれども、記述ベースの問題でこう地理歴史なんかも書く問題多いですからね、本当にね。中で6割ぐらい取りたいよねっていうのが簡単なのかっていうと、そうとも言い切れないかなとも思うんですよ。やっぱり記述問題って満点ってありえないんで、なかなかね、うん、でこう他のね22年とか21年とか見ていっても、結構年によってね合格最低点にもムラがあるんですよね。2022年なんかは A 方式209点だったりしますし、 B 方式239点、で2021年なんかだと A 方式は231点で B 方式跳ね上がります、262点ですから、まあ25点ぐらい跳ね上がるわけですよ、2024年とかと比べるとね。で2020年になると234とか240とかになってくんで、まあやっぱこうやって見ていくと240点ぐらい取れたらっていうところがあると、まあ結構合格可能性は高いのかなっていう印象ではあるんで、まあ420分の240ぐらいをこうイメージして、まあ解きに行ってほしいかなという印象でありますからね。こういうことなので、まあちょっとこうまとめになってくるんですけど、まあどっちも当然難しそう。平均点の具合で見ると、正直慶応の方がいけそうな気はする、なんとなく。うん、言ってもできる人たちだけの平均点の数字がまあ6割ぐらいだったりするわけじゃないですか。でそれ取ってたらまあ受かるみたいなところではあるから、でまあ記述問題ってどっちみち半分以上は取りたいじゃないですか、っていうところでいくと、まあ受かる人っていうことでいくと、早稲田成蹊で共通テストで8割以上取って、でそあの総合問題で6割以上取るっていうのとかよりは、慶応経済の方がまだいけそうな予感はするかなっていう印象は俺はなんとなくはあるぐらいですかね。森田先生どっちに旗あげます？うん、まあ俺慶応出身なんでね、早稲田。なんでだよ。だから両方解いてる身として英語だけでも全然早稲田の成蹊の方が難しいと思います、はい、うん、慶応経済は小論文の難易度ってかなり抑えめなんですよ、はい、70点しかないんだけど、だから正直現代文力がある人だとその延長で割といけちゃったりもするんですよね。一方で早稲田の総合問題、なかなか練習材料が少ないという意味合いにおいても戦い方を身につけるのになかなかこう苦労するかなっていうところも含めて、まあ、早稲田成蹊に旗を挙げるかなっていうところですかね。ぜひ皆さん参考にしていただければと思いますんで、はい、実際両方受けた人とかね、はい、コメント待ちしております。そう、ちょっとこう両方受けた人とか絶対いると思うから、うん、なんかコメント欲しいよね、どっちが難しく感じたかとかね、はい、そうですね、私の講座も出ておりますんで、はい、総計の文法だったり読解の講座出てますんで、そちらを早稲田合格塾の方も見ていただければと思います。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。 Thank you for watching. Thank you for my watching.